にちは。はい。はい。こんにちは。いや。いや、前田健太。はい。投手して。はじめまして。はい。よろしくお願いします。デトロイトタイガース。はい。ね。契約終わりましたか。はい。終わりました。ね、無事に。すごいね。お久しぶりです、平田さん。いや、久しぶりだな、はい、本当。すごい久しぶり。なんかさ、カッコつけるようになったのかなって。違うんですよ。いや、もう、もっとなんかこう、カーブの時は、はい、あ、豊さんとか、はい、なんかこう、しんみりこう、いやいや、はい、私が前田ですみたいな。いやいや、そういうのじゃなくて、僕も大人になったという。なるほどね。あの時はまだ20代だったので。そうか、はい、もう根掘り葉掘り聞くけども、いいですかね。はい、大丈夫です。はいはいはい。PL 時代、はい、これはね、PL 出身者にはもう鉄板で聞かなきゃいけないんだけど、はい、寮生活、はい、大変だったでしょ。まあそうですね、大変でしたけど、まあ、OB の方とか、うん、僕より年上の方って野球部だけの寮じゃないですか、うんうん、僕の時って野球部以外の生徒もいる寮だったんですよ。あ、なのでちょっと大変さが違うというか。なるほどなるほど、はい、少しまた時代の違う寮生活でしたね、はい、大変でしたけど。ガリガリで、はい、最初は、はい、でも体重が増えるごとにスピードがアップしていったという、はい、そういう話を聞いたことがあるんだけども、はい、どんな練習にしてたの？ PL 学園の時ですか。 PL 学園ってウェイトトレーニングとかあんまりしないんですよ。なのでやっぱりその時代、今だったら時代とちょっと違うかもしれないですけど、うん、本当に走ってましたねって言うよね。でも僕の後悔はやっぱりウェイトトレーニングをしっかりやっておきたかったなというか、高校生の頃からやっておけばもっとこう球とかも、ね、はい、もっと球速とかも速くなってたのかなと思うんですけど。 なるほどね、まあ、ケンタの、ね、お子さんも来てるから、そうなんです、まあ、時々こう入ってくるかもわかんないけども、はい、まあ、それはそれとしてね、はい、まあ、そんなんで走りすぎたというか、まあ、走っててよかったなって思う部分と、うん、もう少しこうウェイトトレーニングとかも取り入れておくべきだったなと後悔はしています。なるほど、はい、PL とさ、はい、当時大阪桐蔭が強くなってき、はい、来た頃だったでしょ、はい、これなぜ PL 行ったの？僕は大阪桐蔭からも話あった？いや、おそらくなかったかもしれないですし、うん、もう結構早い段階で決まってたんですよ実は、うん、中学も1年生の冬とか2年生の春先とか。そんなに優秀だったの？いや、たまたまそれが鶴さんってわかりますか？鶴直人って阪神にドラフト1位に入った、はい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 、同じチームなんですよ、中学校が、はいはい、で鶴さんがエースで僕が2番手とかだったんですけど、うん、みんな鶴さんを見に来るんですよ、うん、で、僕もたまたまこう見てもらえて声をかけてもらえるみたいな、まあ、鶴さんのおかげで少しこう早めに学校から気づいてもらえたというか存在が、はいはい、それで僕的にはやっぱり大阪出身でもちろん PL 学園に憧れがあっていっぱい条件があったんですけど、僕は寮生活が絶対したかったんですよ。あ、したかった？はい。なんで？いや、高校生になって、なんていう、実家に住みながら練習して頑張れないなみたいな。あ、なんか毎日親の元に帰って親のご飯食べて親に洗濯してもらってってなると、これはダメなんじゃないかっていうか、甘えがあるんじゃないかっていう。そんな考えあったの？僕はもう寮じゃないと、寮がある学校しか行きたくなかった。でも PL って相当厳しいよっていうような噂は入ってきてたでしょ。はいはい、あとはまあ厳しいところに行くっていうのは決めてたんですよ。僕のなんか考え方は古いかもしれないですけど、楽しくやってると上手くなれないかなって思ってたんですよ、高校野球は。なるほど、ね、はい、まあ、今の時代はやっぱ楽しくとかありますけど、うん、昔というか、まあ、僕もちょっとその頃は考えが古かったっていうのがあるので、その分やっぱ精神的には強いピッチャーだよね、はい、そうですね、まあ、強くはなったと思いますし、だからそこから養われたものっていうのはたくさんあるということですね、はい、そうですね、すごく強くなりましたし、あとは PL 学園に行けばプロになれる確率が高いと思ってたというか、やっぱその当時は、ね、プロ野球 OB の方がやっぱ一番多い高校だったので、まあ、いい先輩もいるしね、はい、結果を残してる先輩もいるからね、PL 学園でエースになれば、まあ、プロに行けるんじゃないかっていう、まあ、中学生の考えというか、うん、一番近道なんじゃないかなって思いました。中学の時にやってたことっていうのは何？はい、中学校の時は僕週7で練習してたんですよ、うん、週7っていうのは毎日じゃん。毎日週7で、そのチーム練習が週5とか4なんですけど、うん、他の日も監督が球場に来てくれて、うん、まあ、来たい選手は来ていいよみたいなんですけど、基本的にはもうバッティングしかしてなくて、ランニングとバッティングで、そのやっぱりコーチというか監督もバッター出身の方も多かったですし、まあ、ピッチングなんかあんまりいいですね、自分で考えながらやってたぐらいで、うん、あとは本当にもう打撃のチームみたいな、そのチーム構成だったので、なんか毎日このティーの箱とかも5箱とか10箱とか売って家に帰るみたいな。毎日やってた？毎日売ってました。やっぱやってるよな。それで陰でやってた部分っていうのは何かあるの？
影ではまあ小学生の頃から毎日4キロとか5キロは走って、まあ、あと家の近くの公園でティーバッティングとか、まあ、家の前で素振りとか、まあ、僕の親がそのもう入れ込みすぎてて、はい、それプレッシャーにならなかった？めちゃくちゃプレッシャーでしたね。なんか何でも一番じゃないとダメだみたいな教育を受けてて、学校でもマラソン大会も1位じゃないとダメとか、なんかすごい親のプレッシャーを感じてましたね。そうか、それで広島からドラフト1位を受けるわけじゃない、はいはい、広島って聞いた時はどうだった？僕は本当に12球団どこでもというか、あ、よかった。やっぱプロ野球選手になりたいっていう夢がやっぱ一番だったので、うん、どの球団でもその嬉しかったと、まあ、ドラフト1位で指名していただいたのですごく嬉しかったですし、うん、ただこうね、プロ野球カープの選手で知ってる方はって言われると本当に出てこなくて、黒田さん、前田さんぐらいしか知らなかった、はい、東出さんとか、うん、その後ちょっと勉強しましたけど、うん、全然知らない。なるほどね、はい、OB の方とかの方がイメージ、山本浩二さんとか野村健次郎さんとか、はいはいはい、まあ、キングアさんとかね、はい、そういう方のイメージは強かったんですけども、あのプロに入ってどうだった、はい、ブルペンに入った時衝撃受けた、それともああこれいけるなって思った、いけるなっていう部分とやっぱ体の大きさとか、はい、体力的なものっていうのはやっぱり高校生とは違うものがあるじゃないですか、うん、最初キャンプは2軍スタートだったんですけど、うん、少し一軍の練習に参加させてもらって、新井さんとか栗原さんとか、うん、まあ、黒田さんもいましたし、うん、笹岡さんもいて、あ、なんか体大きいなとか、体でかいよね、まあ、あとはやっぱり高校生の時ってなんか2学年上の人しかいないじゃないですか、うんうん、なんで最初ブルペン行った時笹岡さんの隣だったんですよ俺はこんなおじさんの人とこれから野球をやっていくのかって思うと、なんか、なんていうんですか、こういう人たちに勝っていかないといけないというか、ローテーションを覚えてなると、佐藤さん当時30後半40歳近くだったと思うんですけど、うん、そこの人たちに勝っていかないといけないと思ったら、やっぱり高校野球って年齢の幅も狭いので、まあ、大変だなって思いながら、はい、練習に取り組んでましたけど、はい、でもその体の大きさに圧倒されただけで、はい、その球のスピードだとか、はい、コントロールだとか、はい、そういうことに関しては、はい、そんなに驚かなかった、まあ、意外となんかいけるかなってって思いましたけど、うん、まあ、最初こうバッティングピッチャーってキャンプの時にやらせてもらうじゃないですか、うん、その時新井さんと栗原さんに投げたんですけど、うん、結構打たれたんですよ、バカバカホームランも、うんうん、で右バッターでライトにホームラン打たれるって高校野球ではなかったので、うん、まあ、新井さんと栗原さんにライトにホームラン打たれた時はびっくりしましたね、うん、ライトに打つんだっていう、まあ、パワーの違いね、パワーの違いみたいなものにはすごくびっくりしました。でも俺も打席に入ったら右に打っちゃうよみたいな、そういうものはあった。いや、それは全然なかった、ね、いやだけど、はい、まあ、今では大谷が二刀流やってるけども、はいはい、だけど当時、はい、大谷がいて、はい、前田健太が後から入団したと、はい、おそらく二刀流に挑戦してた。できてないかもしれないかな。でもプロ1年目の2軍で僕3割5分ですかね。いや、打ってる、打ったんですよね。ホームラン、ホームラン打ってないんですけど、うん、2軍だと余裕でヒット出たんですよ、うん、なんでなんか、はい、でも二刀流っていうもう頭が鼻からないよね。そうですね。なのでピッチャーダメだったら野手やれみたいな、うん、昔はそうじゃないですか、うん、両方やるっていうよりも、うん、おそらく球団とかはピッチャーダメだったら野手やらせればいいかなみたいな考えはあったかもしれないですし、うん、でもそのピッチャーでやりながら、はい、いやバッターに転向しようかなとか、はい、そういう思いが湧いた時ってあんの？いや、転向はないですね。あ、やっぱピッチャー、バッターだったらおそらくこう1軍2軍行ったりするレベルのバッターにしかなれなかったと思うので、いや絶対そんなことない。でもメジャーでも代々行ってるぐらいだから。いやいや、でもなんかまあ2軍の選手とかだとやっぱり打てない人もまあいるじゃないですか、うんうん、その人たちよりは打てるなみたいな、うん、その気持ちは少しどっかありましたし、うん、カープの僕入った時に2軍バッティングコーチが浅井さんだったので、はいはい、浅井さんにはいつもバッターになれってずっと言われてました。バッターがいいよみたいな言われてたんですけど、でもやっぱり後々一軍でずっとねやらせてもらうようになって、バッターのこうパワーとか技術とか見てると、いや一軍に定着するレベルにはなれなかったんじゃないかなと思ってます。でもピッチャーとしてこう年々こうレベルアップして成功していくわけだけども、その間に自分で心に決めてたことってあるの？こうやりたい、こうならなきゃいけないとか、はい、まず一番最初は本当にカープの中でまずは一番になる。若い頃は少し尖ってた部分もありましたし、うん、自分のチームに憧れの選手を作らないとか、うん、まずカープで誰かに憧れるとか、うん、誰かを目標にするってことはしないっていうのは僕の中で決めていて、うん、やっぱりカープの中で誰か、まあ、黒田さんとか大竹さんとかいらっしゃったんですけど、その方を目標にすると超えられなくなってしまうので、うん、目標を作るんであれば違うチームのピッチャー。例えば違うチームで目標を作ったって言ったら誰なの？僕はやっぱダルビッシュさんですね。
投げ合ってるよな、まあ、あの試合は僕の中ですごく大きかったですね。1対0で勝ったというね、はい、まあ、野球人生変わるぐらいの試合でしたね。やっぱもう鮮明に覚えてる。覚えてます。後にダルビッシュさんがブログで書いてくれたのを知ってますか？ああ知ってる。僕の打席で全球投げてくれたっていうので、その次の日に僕がダルビッシュさんに挨拶行かせてもらって、そこで初めて喋ったんですよ。球種を全部見せてくれたんだよね。そうですね、はい、その後にオールスター出させていただいて、ダルビッシュさんも出ていたので食事誘ってもらって、でいろいろ野球の話してもらってっていうので、こう僕の中ですごくこう飛躍するきっかけというか、うん、まあ、すごいピッチャーの話を聞くことができて、多分成長につながったと思うんですけど、やっぱそれが一つのきっかけとして、はい、まあ、成長していったという。そうですね。ダルビッシュさんが、あの当時ダルビッシュさんが 筋トレとか栄養とか、うん、そういうのをこう発信し始めた頃というか。すごいよね彼は。でそこで話を聞いて、自分よりすごいピッチャーが自分より努力してるとか自分より考えてるって知った時に、このままじゃ一生勝てないというか一生追いつけないなと思ったので、うん、あ、自分も変わらなきゃっていうのを、うん、こうきっかけに、まあ、トレーニングの見直しとか、はい、まあ、食も変わってきた。そうですね。食事とかもやっぱり昔は、ね、お菓子食べたりとか、あの食事もお腹いっぱいになればいいっていうぐらいの考えだったので、やっぱ変えなきゃいけないなって思いました。やっぱまず、まあ、ダルビッシュも出てくれたんだけどさ、はい、まずやっぱ体が大事だから、はい、やっぱ取るものってすごく大事なんだと。大事ですね。まあ取るものでしか体できないので、うん、はい、食べたものが体につながりますし、トレーニングしたものが体につながっていくので、すごく大事だなと思います。でもそれをやり始めてから、はい、やっぱピッチングのスタイルだとか、はい、そういうものは変わっていった。変わりましたね。スピードもそうですし、また、あ、1年通してのこの体力みたいなもの、うん、やっぱ若い頃はどうしてもね、途中でスピード落ちたりとか、うん、やっぱり体に疲れが来たりとかしてたんですけど、うん、そういうものがだんだんこう来なくなったりとか軽減されたりとか、あとは1年間通して自分の力みたいなものを維持できるようになりました。マエケン体操っていうのは今でもやってるの？やってます。あれはどういうことなの、マエケン体操って。あれは